はい、入塾前の低学年の時社会、特に都道府県と日本史はどのように家庭で教えていましたか、歴史漫画を購入したいのですが、はい、低学年にいきなり渡しても読めるのか心配で、買うのを躊躇してしてままいますそうですね、えっと、うちはあの、まあえっと、基本的にはね、な、まあ、何でも早め早めにする <laughs> 渡すっていう、とりあえずすぐに役に立たないけど、渡しておくっていうことが私のなんか方針で。 あの都道府県とかはね、くもの,のお風呂に貼る日本地図があるんですよね。それは日本地図で貼っててで、まああのおばあの、おばあちゃんの時はね、九州に住んだりとかしてるんですけど、九州のここでとかね、東京はここでとか、奈良はここでとかいうのことをね、きあ日本地図をお風呂の中で一応やってました。で、そのね、日本地図の周りにね、県のマークがあるんですよ、県のマークを、いちいち県が一個ずつ,つ県マーク持ってるんですけど、それ書いてたの、たまたま。 そしたら、浜学県の社会でちょこちょこ出るんですよ、県のマークが。まあ、まあ、怖くって、まあ、静岡だったら富士山がちょっとあるとかね、兵庫県だったら平野寺がなんかこうちょっとイラ、ちょっとなんかこう、イラストにな,な,な,なってるとか、まあわかるんや。 まあ分かるんだけど、みたいなのはあるんですけど、まあ子供たちはよく見てたので、それは、あなんか得意だな、みたいな感じでやってました。都道府県はね。で、日本史はね、私は子供たちが、まあ、幼稚園、うちはだから全然漫画買わないので、とりあえず幼稚園の時かなぐらいに、年長さんぐらいの時にね、まあとりあえず置いといたらいいかな、みたいな漫画はまあまあいるかな、みたいな感じで。ということで、あの、小学館の日本史と、 で世界史は講談社かな講談社の世界史をずっと全巻ね、12巻ぐらいですかね、20巻ぐらいかなを全部買って、一応置い,て置いてました、ずらっと並べてました、本棚に。だけどね、子供たちね、ちょっと見てね、あのー、見てなかったですね、全然。あのー、まあ、見るけど、漫画だから見るけど、まあなんか、 あんんんまり食食いいつつかなかかかななっったたほとどですよだから私は見ては面白かったんですけどでもまあよく後々考えてみると結構あの漫画の日本史って難しい。でだってあの漫画の日本史をじっくり読んだらあの中学校ですごい結構満点取れるぐらい。 結構細かく書いてるんですよということはまあ幼稚園児とか小学校1、2年の時にはね、自学校で日本史やってもないのにね、それだけ見せるのはあ読ませようと思ったら無理だったんだなと思って。でも、浜学園で日本史を始めた時に、あのー、あれでした、あのー、まずその時代の日本史の漫画を読んで、浜学園の宿題をやってました。だから自分にこう授業をちちょょっっっととと受けてちょっとやってやみると あまあ、みちょっとなんかね興味がある,んで,見るっていうでも必ず見てました、その漫画は。だからあとはあなあの、ね、中学校に行ってね、中学校の日本史するときには、やっぱりその漫画をね、まず読んで、その範囲を読んで、問題を解いてたんですよ。漫画を読むと話がこう流れがこう、歴史の流れが分かるんで,で、世界史も買ってたんで、世界史もあのテストの範囲が例えば、まあ、あのなんか、 中国文明とかだったらね、そこだけも読んでね、ああ、そういうことだったのかって頭で、まあ、すぐ読めますから、漫画だから。読んで、一応、これ、まあなんとなく大まかな流れをつかんで、問題集とかやってました。ということで、使っててね、低学年ではね、自分たちにね、身に迫ってないんでね、なんか、買っても全然読まなかったですよ。だから、いきなり渡してもね、絶対読まないんですよ。でも、まあ、一応、置いとくのは OK かなと思って。まあ、浜辺で、例えば、塾がね、始まったからって言って、あのー、 漫画バーっと揃えてもねやっぱり今そんなあれなんかいきなり揃えてもなんか読まないなだんからやっぱ家の中でその漫画自体が日本史の漫画が馴染んでるって感じじゃないと子供使わないんだなって思ったんでまあ,あの小学校4年ぐらいからあのまあ塾に入れようと思った、まあ小学校2年か3年ぐらいで一応全部全巻揃えておいた方が後々私はいいと思いますよ。はい。